みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。とてつもなく突然でございますが、ババン、私、ステレオキッチンというバンドをやっておりまして、7月の末で解散ライブをすることになりました。同じように、YouTube でドラムレッスン動画とかを配信している池脇義和と、ベース動画とかを配信している久保私、この3人で3ピースのステレオキッチンというバンドを実はやっておりました。ちょぼちょぼやっておりました。7月の29日、30日、2days でワンマンライブをやりますので、よかったら遊びに来てくださいというそれをお知らせでございます。この時にですね、初めての その CD をリリースしたりとかするんですけれども、八王子パワービートというライブハウスで解散ライブをしますので、お近くの方、ぜひ遊びに来ていただけますと幸いでございます。ぶっちゃけ、チケットがすごく売れてないので、ああ、ちょっとその日暇だから、ちょっと行ってやろうかな、みたいな感じの方も、ぜひ、歓迎ということでございます。一応、チケットピア、全国のセブンイレブンとかで発見できるようなチケットピアでの取り扱いなんですけれども、当日券でも全然行けると思いますので、もし当日時間がプラッと空いたら遊びに来ていただけますと幸いでございます。チケットの詳細とかをね、ちょっとお知らせのところ、概要欄の方を見ていただくとして、7月29日、30日、八王子パワービートワンマンライブ、ぜひ遊びに来てくださいませという、お願いでございました。ライブハウスといっても、オールスタンディングとかじゃなくて、結構こう、大きなカフェみたいな感じをイメージしてもらえれば、良いかと思います。なんかライブができるカフェみたいな、結構椅子に座ってお酒とか食べ物とか楽しみながら、ゆったり、するような感じのライブでございますので、ちょっと立つのが辛いなとか、そういった方もですね、ご安心くださいませ。そんなドンちゃん騒ぎをするような、タイプのバンドではございません。で、この日にね、初めて僕らが作ったこちら、フルアルバムでございます。Welcome to my kitchen というアルバムが、この日に発売となりますので、こちらのアルバムをゲットしたい方もですね、ぜひ遊びに来ていただきましょう。幸いでございます。サウンドクラウドというサービスを使って、このアルバムの一部の曲をですね、アップロードしてますので、それも興味があったらよかったら、概要欄の方から飛んでいただければという感じでございます。全部で12曲入ってるんですけども、1曲カバーで、その他の曲は全部僕のオリジナルという感じでございます。今、後ろにうっすら流しているのはそこなんですけれども、こんな感じでね、この辺は少し秘密ですかね。この辺はちょっと秘密という感じで、当日の楽しみという感じで、よかったらこちらのアルバムも検討していただけますと、幸いでございます。12曲も、バッチリ入っております。ちょっと頑張りすぎたって感じですね。ちょっくら頑張りすぎたという感じです。当日、八王子行けないぜという方に関しても、もちろんその CD はね、通販で取り扱いさせていただこうかなと思っておりますので、Twitter とかをチェックしていただけますと、幸いでございます。8月入ってからになっちゃうと思うんですけども、よかったらこちらの方もご検討いただけますと幸いでございます。そんな感じのお知らせ動画でございました。とりあえず私が言いたいことは、ステレオキッチン解散ライブ、7月29日、30日、2days であるよということ、チケットが全然売れてないから、ぜひ遊びに来ていただけますと、友達とお誘い合わせの上遊びに来ていただけましょう。すごく嬉しいですよということ。で、八王子パワービートというライブハウスなんですけども、スタンディングで見るようなライブハウスではなくて、大きなカフェみたいな感じをイメージしてもらえれば、全然 OK ですということです。で、僕、滝沢という ID で、Twitter やってるんですけども、この Twitter をフォローしていただいた方がいろいろと情報が出てくるかと思いますので、よろしかったら、滝沢もしくはステレオキッチンのアカウントをフォローしていただけますと幸いでございます。チケットの詳細、もしくはサウンドクラブで公開している無料の音源、そちらの方をチェックしたいよという方は、お知らせの方からチェックしてみてくださいませ。そんな感じでございます。以上、ステレオキッチン、滝沢勝成からのお知らせでございました。お近くの方、ぜひ都合をつけて遊びに来ていただけますと幸いでございます。急な告知になって申し訳ないです。そんな感じです。また違う動画でお会いしましょう。はははははは。本当はね、もうね、1月7日かな今年の2017年の1月7日に、この辺のことがわーっと決まってたんですよ。で、これに向けていろいろ準備をするはずだったんですけども、なかなかね、思うようにいかなくてね、本当にもうこんな急な告知になってしまったって感じですね。このポスターも結構頑張ってね、保管工事で作ったような感じですし、なんか CD のジャケットとかも、ね、結構なんか急いで上げたような感じですし、なんか時間的に余裕があったはずなんだけど、なんでこんなにあっという間に時間が過ぎちゃったんだろうっていう、なんかそういう思いでいっぱいって感じですね。なんでこんなになっちゃったんだろう。まあいいや、とりあえず、遊びに来れる方はぜひ遊びに来てくださいということでございました。頑張っております。頑張っております。何かと頑張っております。何かと頑張っております。それでは違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。あははははははは。